浜本です。本日は西川春樹獲得の可能性でございます。先日ね、生配信で西川春樹選手ファイターズ再入団はないですかねっていう題目で配信したんですけど、それについたコメントがこちらですね。はい、まあ結論、皆さん春樹西川には相当厳しい目を向けていると言いますか、まあいろんな事情をね加味している方もいらっしゃるんですけど、多くは西川なんてないでしょっていうね、一刀両断っていう感じかなっていうふうにちょっと思いました。まあとはいえ、世論マジョリティが正しいかというと必ずしもそんなことはないと。常識はあくまで多数の意見だということで、まあ私なりにね、春樹西川獲得の可能性を考えましたので、ぜひとも聞いてってください。そしてコメント欄でね、西川選手や私の人格を否定せずに反論があれば反論意見をお願いします。ということで、それでは本日も語っていく。まず話すにあたって大前提と概要からお話しします。大前提ですが、これね、他球団からお誘いがなければとなります。と言いますのも、そもそも西川選手ですね、ノンテンダーでファイターズで出されたので、まあよっぽどのことがない限りはファイターズがね、来てくださいって言っても来ないだろうと思います。他の10球団から来てくださいって話があれば、まあファイターズ以外に行くだろうって思うんですけれども、わかんないですけど、ファイターズ以外の球団が特に声をかけずに、でファイターズが支配下でっていう話をすれば、プロを続けるために再入団っていうね、可能性はあるかなというふうに思います。なんで大前提がここになります。その上で概要と言いますか、春樹西川を獲得する大枠なんですけど、起用方法ですね、代打、これになります。でもちろん調子が良ければスタメン起用とかね、あるかもしれないんですけど、基本線は代打だから、試合中のタイマンプレーとか肩が悪いとか走力が落ちてるとか守備がうんぬんとかって話は一回置いておいて、バッターとしてここ一番で勝負する勝負師としてという着眼点になるかなというふうに思います。そしてもう一つ、代打と別の役割も持たしたいと思っていて、それが盗塁走塁の継承者です。まあ西川選手といえばね、歴代でもトップクラスの盗塁成功率、そして走塁技術を持ってます。一方ファイターズ、去年今年と盗塁成功率が極めて悪く、走塁でも何度も本塁で噴死しております。まあもちろんね、やたらめったら走らせる首脳陣にも問題はあるんですけれども、そもそも技術的なところ、そしてグリーンライトが出ている選手たちの盗塁技術というところにも問題はあると言いますか、改善点はありますので、そこに対してアクションできるのが盗塁に対して抜きんでた才能を持つ西川選手でございます。現にね、楽天に行った後もね、盗塁成功率チームとしてグッと上がりましたし、ファイターズでも西川選手がいた時のチーム全体の盗塁走塁に対する意識っていうのは高かったです。まあこれが彼の全部実績かというと違うとは思うんですけど、今このファイターズの盗塁弱いという部分を改善する一つの策としてありなのかなっていう感じはしますね。で今話してしまったんですけど、メリットですね、西川選手を獲得するメリットなんですけど、まあ一つは盗塁成功率が上がるかもというところですね。でもう一つがファームの成績の良さですね。はい、まあ、一軍で結果出せてないんでね、退団したっていう経緯があるんですけど、下では打ってるんで、まだまだ一軍で彼のモチベーションさえなんとかすれば活躍する可能性もあるのかなというふうに思います。でこれさ、正直ね、栗山政権の西川選手、中田選手、太田選手、こういった選手を出して、まあ今新しい選手が伸びてきて、なんでまた戻すのっていう意見が多いと思うんですけど、今ファイターズに一番足りない枠、他球団と勝負していて喉から手が出るほど欲しかった枠って勝負師なんですよ。でこれって他球団でいうと角中選手とかスタメンレベルだけど、ギータとか浅村選手、ヤクルトの川端選手、まあ代打に限らないんだけど、何年も何年もプロで経験してきて、ここ一番の勝負感とか狙い球を絞って勝負をかけるとか、そういったことができる技術が円熟してきたベテランっていう枠がファイターズいないんですよね。でやっぱりその枠がいないからではないけど、ここ一番で得点が取れず1点差での敗北が多いというのが一番の弱点だったかなというふうに思います。そのためそれを埋める努力はした方がいいと思うんですよ。でもちろんね、他の補強があったりとか若手選手の底上げはもちろん考えられるんですけど、経験があって年齢的にも油が乗ってくるはずの西川選手、今まさに市場に空いている状態なので、獲得する価値はあるのかなっていうふうに思います。で一方ね、メリットもあればデメリットもあるよというところで2つ考えられますね。1つは支配価格ですね。
はい、ファイターズここ2年で1軍2軍たかわず試合に出てる選手非常に多いです。1軍を経験して期待の若手と呼ばれる選手も多いんで、正直ね支配下開けられるほどの人数いないんですよね。育成に下げたりとか契約切ったりとかしたくなるような選手がいないんで、30過ぎた代打枠の選手に1枠割くかというとまあ微妙かなっていう感じはします。でもう一つは人間性ですよね。やっぱりコメント欄に一番多かったのは人間性の懸念かなと思います。はい、やっぱりねファイターズいた当時、まあ、怠慢プレーもそうだし差別発言もあったし、こうどこか小さい山の大将みたいなそんな雰囲気もありましたし、今ね若手が伸びているチームにおいて萎縮させてしまうんじゃないかとか、またあの雰囲気に戻っちゃうんじゃないかとか、そういう懸念は多いと思います。でもねよく考えてほしいんですよ。去年今年ファイターズね最下位だったんですよ、ダントツので。若手が伸びてくれば来年優勝あるよとはとても言えないような戦力差があるんですよ。オリックス強いんですよ、ホークスも補強するんですよ、ロッテも若い選手多いんですよ、ライオンズもね伸びてきてます、楽天もしっかり。だからファイターズもコンサバじゃダメなんですよね。攻めていかないと、変えていかないといけないんですよ。で多少のデメリットがあってもあるかもしれなくても、メリットがありそうなら取りに行く、そういう姿勢は見せた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。やっぱね加藤選手上沢選手抜けるのが相当きついんで、いわゆる勝負主枠、そして盗塁走塁がチーム全体で向上する可能性、これがあるなら1枠割いてでも、そしてビハインドを追うような可能性があったとしてもかけた方がいいと思うんですよね、変わる方に。かつ西川選手実は私と同い年でして、はい、今年31の年なんですけど、まあ、私も過ごしてみて分かるんですけど、彼が球団出てから2年間ですよね。2年でね相当人の価値観って変わるんですよ。価値観も性格も根までは変わらないけど別人くらい変わることができる、そんな時間なんですよね。だからこう皆さんの中に、ていうかファイターズファンの中に刻まれた西川遥輝っていうイメージだったり、晩年のこう悪いイメージだけではないんじゃないかなっていうような、そういう憶測もあったりします。まあ、ただこれはどっから情報を得たとか私が彼と親しいとかそういうことではなくて、まあ、純粋に人は変わるものだという性善説を信じて丸くなったんじゃないかなとかいうふうに思ったりしてるだけですけどね。ということで個人的には西川遥輝獲得の可能性というかメリットはあるんじゃないかなというふうに思います。まあただね生配信についてコメント見ると、まあ、めっちゃ反対ですって言われそうなんですけど、まあ、ぜひとも皆さんの汚いご意見ください。ただね西川選手とかあと私ね、私に対しても、まあ、あまりこう人間性を否定するようなコメントはね避けていただけると個人的には嬉しいです。今後もファイターズに関する動画出していきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ではまた。